始まりました、奈良自慢チャンネルっつって、さあ今日も奈良自慢勝手に見どころ紹介神社編。今日はもう皆さんもご存知だと思います。大神神社、大神と書いて大神、またはもう親しみを込めて三輪神社とも言われている三輪さんでございます。まあ何がすごいってね、これも見どころを紹介する前にちょっとだけ歴史を話しておくと、山自体がもう神様なんです。大神主って言って、出雲大社の神様の大国主さん系列、まあ地の神様の最も有名と言っても過言じゃない場所やと思います、の一つやと思います。そんなこの日本最古の神社の見どころを紹介しよう。すごい、まず境内が広いしです。まず一の鳥居っていうのがでっかい鳥居で、車で行かはったらもうそれを一の鳥居を車でくぐってしまうぐらいのことなんですけど、まあ僕的には手前をおすすめです。手前の駐車場やったら自分らの足でくぐれるんで、まずくぐっていただいたところの右側のところ、そこの原井戸神社っていうのが、自分の汚れをまず取ってからやっぱ聖域の場所なんで、あこでちょっとだけ汚れを取ってから拝観するのをおすすめします。その場所で言うたらなんか血の輪くぐりみたいなこともできるぐらいの、その行事ごともやってくれてる有名な祓い戸なんで、そこで汚れを取ってまず進んでいただきます。すると次は二の鳥があるんですけど、まあ広いんです、ね、じゃあどこを拝観したらいいの、これ数々あるんですけど、まず商売されてる方は本殿近くの右側のあの木があるんですよ。美の神杉つって蛇、お蛇様の木があるんです。そこに卵、蛇が大好きな卵をお供えしてください。この蛇っていうのは単純に言います、大物にしたこのメインの神様の仮の姿でございますね。お祈りしてここ、神聖な場所なんで、シャメ取るのもちょっとおこがましいんですが、ちょっと遠目に取ってください。そして自分も入れてみてください。それを待ち受けにすると仕事が舞い込むっていうのは、あのやりすぎ工事って、今田工事さんとかも仕事が舞い込んできたっていうふうにも言われているぐらいのパワースポットでございます。まず仕事を当てたいんだったらここぜひ必見でございます。そしてそこを奥行くと本殿があるんです。本殿にももちろんお祈りしていただくんですけど、もしお時間が早めで足に自信があるんやったら、この三輪さん今やったらね登れちゃうんです。もちろん登ってる最中の出来事は他言無用です。その神様に出会えるチャンス、感じれるチャンス、自分の汚れを取るチャンスやと思って登るのもありやと思います。この三輪さんを登っていただけることもできるんで、これもありです。そして三輪さん登るのはちょっとしんどいなって言って左側の方をずずずずっと進んでいくと薬道と言われている道があるんです。そこぐーっと進んでいくとね、あの薬水、薬の井戸、薬水井戸みたいな書き方のされている井戸があるんですけど、この水を飲んだら健康になると言われている場所なんです。これ地元の方ペットボトルに持って帰ったりもされてます。本当にすごく体に効く、まあ健康にいいと言われているお水でございますね。これだけでもだいぶ見どころあるけど、さらに左側グッと行くと知恵の神様が祀られている久恵彦神社、宿儺彦っていう、もともとメインの神様の相棒みたいな知恵の神様がいるんですけど、この方のお祈りすると受験に成功するとか学業のレベルが上がるとかいうふうに言われてまして、僕学生時代お祈りしに行ったことあります。かなりやはり有名な場所です。まあこれだけでもすごい堪能できる場所なんですけど、景色のいいとこから高台から、景色を 見渡すこともできるし、またまたその一の鳥からのお店沿いのところには日本で一番最初に売られたと言われている三室杉っていう日本酒のお酒屋さんがあったり、お腹空いてたら三輪そうめんを食べたりしてください。
あの、あこでそういう、あ、お酒はあれなんですけど、食べ物を食べたり、お金を落とすっていうのは、配管のされる礼儀でもあるんで、ぜひよかったらそこら辺もよろしくお願いします。ではまた明日、お会いしましょう。日本最高の人。